おはようございます。こんばんは、バリューです。さあ、今日もウォロボッツ皆さんと一緒に見ていきたいと思います。皆さんこの映像見てる頃には新しいアップデートが正式にオープンになっていると思いますんでね、もう戦場で新しいコンドルかな、あの機体と戦っている人も何人かいると思いますが、まだねちょっとねクリエイタープログラム参加者にですね新しい機体配られてませんので、まだちょっと映像撮れてませんけれどもね、手に入り次第ですね皆さんの方にはですね、まあ、性能ほか、まあ、解説動画をですね上げたいと思いますんでね、しばらくお待ちください。ということで今日はちょっと過去動画になりますけれども、私のセカンドデッキ、まあ、広域マップ専用のデッキなんですが、これにようやくですね私が欲しかった機体が入りました。アルティメットハサを3本積みのねこのパス君、この子が手に入りましたね。今日はこの子の映像をね1本だけ見ていきたいと思います。まあねようやく手に入ってさ、まあ楽しくてさ、このハサがさもうテンポよくこう弾が打てるので結構楽しいんですけれど、まあとはいえさなかなかこうイモリ気味の戦いになっちゃうので、この子に固執してたらさやっぱ負けちゃうのよそれでねなかなかいい映像撮れませんでしたけれども、まあ、味方が強かったので、まあ、割といい感じの映像が1本撮れてますんでね、そのあたりちょっと見ていただければと思います。セットアップ見とこうかね。電波はねこんな感じですね。ドジャー、アーマーエキスパート、ロードホーク、強固なウォリア、スピードスタースカウトに、あとサバイバーね、キューンサバイバーで、ドローンはパスカルで、モジュールはこんな感じね。フェイズシフト積んだ、ラススタの、足振りにしてます。イムアンとニュークリになってますね。あとアルティメットハサーは、マックス1本ですけどマックス2つですね、まあ、こんな感じのセットアップになっていてますね。で今日は、この子の映像です。実はですね、もう1機体いるんだよねここに。実はイオン積んでいる、アルティメットイオン積んでいるパスファインダーも実はもう1機いて、この子もね、今回、手に入りましたっていうかね作りました。で、本来のねパスファインダーってこの子が、一応基本コンセプトのはずなので、まあ、この子も強いはずなんだけれど、まあ、いかんせんねこのねハサのさテンポが よくてすごく楽しくてさ、結局ハサに頼っちゃってるんだけれど、まあ、この辺りはねちょっと今日の映像見ながらですね、まあ、後日またイオンのですねイオンパスも、ちょっと、お届けしようかなと思ってます。まあ、イオンパス使ってるのはですねどうもねやっぱりねビリビリ君がちょっとナーフされて使い物になりそうもないので、その代わりの機体という形でパスファインダーをやっぱり一つずつ入れていく必要があるかなと思ってですね2機目のパスファインダーを作りましたけれども、まあ、ちょっとねあの全体的なリバランスどうなるのかを確認してから、まあ、編成のスタメンに入れるかどうかをちょっと決めていこうかなと思ってます。まあ3番目のデッキはこれ見ての通りスタメン待ちの機体なので、まあ、ちょっとビリビリのラプターはちょっと違いますけれど、まあ、パスもさバグリオレも吸血のアルティメットインベーダーだったり、まあ、ここはね、頭に新しい新武器積んでそれでねちょっと試してみようかなと思ってる機体なんですけれど、まあ、こういう感じで、ね一応そのナーフ後のリバランスされた後の編成も含めて今ちょっと検討中ですっていう感じなので、まあ、なんとなくこう全体像が見えてきたらそのあたりもねまた動画でお届けしようかなとは思ってます。ということで今日は1本目、先ほど説明したこれね、ハサーパスの映像1本だけ見ていきたいと思いますんで、皆さん気軽に楽しんでいってください。それではいきます。よろしくどうぞ。さあやっていこうか。バトルモードはビーコンラッシュだ。さあてと、ああ広域マップ引いたね。もうね広域マップはこの子ですねようやく手に入りましたね。ハサーパスファインダーですね。サイモルザこの子が使いたくて使いたくてさ、まあ、ずっとこうあれしてました。アルティメットハサー来い、ハサー来いって言ったらね立て続けにハサー2本来たねあーこれね止めてからが気持ちいいんだよ。これこのテンポがね気持ちよくてしょうがねあの野郎これさ射程600なんだけどあれなんだよね、未だにさなんだろうテストサーバーでさ射程800のさあれがちょっとね体に染みついちゃってあれなんだよね。ちょっと感じこれね800だったらさちょっとね強すぎてやばいねもうこれ600だからさまださ、まあいいけどこれでも結構強いんだけど、
体がねちょっとね800の、まあ、あれついちゃってね一番初めテストサーバー来た時800だったからね、ほんと強かったよ。よいしょ、味方強いな、味方強いとさ後ろにいる子ちょっとやりてえ、残念なか、ここちょうど当たんねえとこにいるのか、あいつうぜでも一番初めあれを使った、ここに下がって、うん、そんなとこで持ってたらあれだから味方に あれをするだけだから、迷惑かけるだけだから。まださ800m のあれのつもりで打ってるよ、無駄球すげえ打ったな今なんかさもう本当にねテストサーバーのさ800の時のイメージすごい残っててさこれやばいでしょ、これまた俺もまた800のつもりで打ってるよこれすげえ無駄球打ったあーもうなんかもうねあだめもうこれさ なんだろうな、 なんでこう800のあれで売っちゃうかね、これ違う違うあとテイク最後当たらなかった、あ、見に行ったの俺じゃなかったか、味方強いってさ、あ、でもちょっと押され始めたな、ビリビリじゃ俺のところに来るまでにやられちゃうぜ、あちょっと横目外した瞬間に、ちょっとね、動きながらだとエイミング難しいねよしよし、あーなんか森とあのリさ縦召喚したのかな今、それともあのリバイバー使ったのかよくわかんない、うざいかもしれないよしよしよし、おいだおいだ、いいやし、これはいっちゃダメだ、いやーこれさもうちょっとさなんか味方にさ相当こうなんかあれしてるけれどさ、あの無理を敷いてるけど、こう打ってる本人はすげえ楽しいんだよね、テンポいいんだよね、ハサーってバホンパスパスパスいいなんかさもうほんとさアンプだったね、あのちょっと後ろにいるやつ隠れたらやるぞ、よし、そしてトリプルキルいただいていけ、アウラはちょっと助けてかな、あなんか森と回復したな、今アンプ発動したかでも敵の数出てきたね、あちょっとなんかやっぱマウラ勝てもう敵は敵2じゃねえか、どういるのかな、ちょっと周りの数減らしていこう、よしスーパンだからね、ハンターもらったハサって、そんなのもう絶対あれできないわ、よいしょ2発いただいていく、あ、湧いたか、あ、パスだよパスだ、アビリティが溜まれば俺の勝ちだから、もうワンパンだからそしてよし、リビングキッチンいただいていく、食トレみたいにさこう一発がないけれどやっぱりこうさこう楽しいね、食トレさ一発外すとショックでかいじゃん、だけど俺はさ一発外しても、まあ、そんなにショックでかくないので、まああの子だ、いいでしょ、そしてリビングキッチンいただいて、
よし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 、あの子にちょっと、負担を強いるけど、我々は一生懸命ビーコン取りに行くぞ。その代わりこう離れながらちゃんと支援するから、ほとんどなんか聞いてないけれど聞いてないけれどさ、よしよしよし、4つ取れれば、まあ、あとはあそこ、いやもうね、私あれ持ってるからさ、ベリさん持ってるから、ここでベリさん分けはさ、もう多分さ、全然いけんだけど、今日はもうパス動画だからさ、あえてベリさん出してないんだよね。いやもうこんなのさ、ベリさん出したら一発だよ。申し訳ない。ちょっとね、ほらベリさん出すの好きだけど。あいつもりもり回復すんなんやろ。うぜ。俺のとこ来た。あ、引っかかっていく。そして消えていくぞ。いや、この右ってから全然ダメだね、やっぱり。ちょっとさ、やりすぎなんだよね。マウラーのさ、このさ、あれがちょっとやりすぎでさ。これだからダメだ。ここまでさ、固くする必要ねえだろうと思うんだよね。いいんだよ。俺反対からが湧いてさ、デリサで一発で仕留めれるから、懸命。いや楽しいね、やっぱり。ちょっと味方に明日の負担を強いましたけれど、まあ見ての通りね、ハサーパスってね強いので、皆さんこれ見かけたら注意してくださいね。はい、ということで1位でしたね。11キル4ビーコン5アシストでした。まあ何やかんや言いながら4つもビーコン取ってんだね。どこで取ったんだろう。クソガンイ持ってたのによくわかんないですけど、まあこういう感じで、ようやく手に入りましたんでね。あとね、パス、イオンパスも私持ってるので、この動画もねちょっと近いうち撮りたいかなと思いますけど、イオンパスはどっちかっていうとさ、一発勝負なのでなかなかね、難しいね。ということで、いかがだったでしょうか。はい、ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価いただけますと励みになります。それじゃあね、またね。じゃあね。